はい、今回のスタート地点はですね、高等中学校の横ですね。今日はですね、2023年4月の8日、時刻はですね、3時28分。いい天気ですよ。ミコランのように。ですね、昨日、一昨日は雨だったんですよ。そしてですね、ちょっと待ってくださいね。これ映るけ、ここ。ああ、よかったよかった。いやいや、上の方にですね、ああ、映って、ごめんなさいね。あれがさっき交差点でですね、ウォッシャー液をかけたんですよ。そしたらですね、垂れてこないつもりだったのが垂れてきてましたね。でもこれがあれです、ぶっつけ本番の YouTube の面白いところですね。こういうこともあるよっていうことなんで、あんまり完璧を目指してですね、やり直しをしたりするとですね、ちょっとその癖がついてですよ、なんですかね、喋りに緊張がなくなるっていうかですよ、どういうんですかね、要するに私らしさがなくなるんですよ。お任せテレビらしさがですね。ここ左行きます。今日はですね、まあ今日はっていうか、今日のサムネイルも鹿児島、春景色っていうあれになっていると思うんですけど、もうね、まあほら、まあ私のあれで言うとですよ、春といえばその桜だなぁと思ったんですけどもね、違いましたかよ。今はね、そんなにほら、ここは大門口通りかっていうんですけどもね、あれは目立ったあれはないんですけどもね、他にもですね、この時期にですね、花をつけるですね、植物がね、いっぱいいたんですよ。気づかなかった。その場所場所によっては、ここはですね、5月の頃になるとこういう風景が見られるんですよっていうようなことは言ったんだけど、鹿児島全体にそういうあれがあったとはですね、知らなかったんですよ。と言いながら、あれ、ここは大変やねやよないよなと思いながら見てるんですけど、まあ楽しみにしてくださいね。あ、ちなみにここはですね、私の一番好きな伊豆路通り、伊豆路交差点ですね。で、その向こうの方に左側にこう見えるその歴史的な建物ですね。もう敵に見えるじゃなくて、ここはですね、山形屋デパート。昔はですね、修学旅行生はですね、ここをですね、山形屋デパ、山形屋ですね、正確に言えばね。もうそういうことに、あれですね、私はあんまりこう、正確じゃないですかね。私なんかの頃はですね、今の人もほとんどそうかも。私なんかの年代は山形屋と言います。形屋です、山形屋。だけど包装紙にも何にも何でもそうですけど、山形屋って書いてありますけども、まあそれは別にしてですね、あ、これほら、左側に白い花が見えるでしょ。ほんで右側にもあれがね、ツツジとですね、桜、それがですね、鹿児島のね、春の風景の特徴の一つでもあったんですよ。これはね、リスナーの方からのね、コメントで知りました。それでですね、あ、ここをまっすぐ行こう。ああ、いや、よかった。いや、よかったっていうのはがっかりもんだけど、今ほら、右の方に見えるのが、鹿児島といえば西郷隆盛さんっていう、まず最初に思い出す方もいらっしゃると思うんですけど、西郷隆盛さんのですね、銅像があるんですよ。
で、その下の方にほら植え込みがあるでしょう。あれはね、ツツジとね、あの少し咲いてるのもありますよね、あの茶色っぽく、あれがね、ツツジとね、サツキのね、植え込みだと思うんですよ。ですからさっき見ていただいて、私が白い花が植え込みがって言ったのの他にもですね、ここはですね、遅れてですね、咲きます。ですからね、この道をですね、1週間後に通ってもですね、どうぞいいかな、1週間後にですね、通ってもですね、風景が違うんですよ。この辺りの風のそよぎはちょっと違ってますね。違うけども、ちょっと今日は寒いみたいですよ。いや、寒いっていうか肌寒いみたい。気温が低い上にですね、ちょっと風がね、強い。ここを左行きますからね。いや、もうあれですよ、桜じゃなくて辻の花がもう周囲に見えてきたから言いますけど、鹿児島のこの幹線道路の脇にはですね、ほとんどあれが、何々並木っていうのがあると、その下にですね、植え込みがあるんですよ。で、その植え込みがですね、を今までは私はもう緑の塊としか見てなかったけど、実はその花を咲かせるですね、ツツジとかですね、そういうのが結構多かったんですよ。で、ここ左行きます。こっから左っていうのも案外行ってなかったですわ、走ってなかったですからね。ちなみにですね、左側はですね、中央公園で、その下にはですね、駐車場があります。結構多いですよ、台数は、収容台数はですね。でも高い言います、でも高い。だけどあれですよ、近くのですね、商店街とかですね、近くに映画館もあるんですけど、そこに行ったり、それから商店街である一定以上の買い物をするとですね、駐車場が無料になるあれがあるらしいんですけどもね、無料に、何時間かが無料、3時間か何時間かな。だからそういう身あれを頭に入れてないと、単なる駐車場と思って、あれを天文館あたりをずっとしてるとですね、一番最高金額を支払うことになります。まあ、あれで言うと全国的に言うと当たり前みたいですけどね、それがね。まだ鹿児島の駐車料金は安いのかもしれないけど、ちなみに鹿児島のですね、平均はですね、60分1時間がね、100円というのが一番多いみたいです。ああいいですね、今ね、いいですねって、ほら左右に植え込みがありますでしょう。この植え込みはですね、まだほとんど花が出てないんです。だからあと2週間後ぐらいしたら、左側はほら、お堀の方はあれですね、もう咲いてますね。咲いてるところもあります。そいじゃですね、ここをですね、こう左側には石垣があるでしょう。その向こうにはですね、石垣の向こうというか、この中一角にはですね、黎明館といってですね、鹿児島の郷土資料とかですね、そういうのがですね、見られるところがあるんです。あ、こっち側も桜はあれしてますね。いや、ここにですね、左側にちょっと見にくいかもしれないですけど、左側にちょうどほら、車と軽の軽の間、あそこにですね、お墓がこうピラミッド状に並んでるでしょう。あそこは薩摩義士の碑ってなってて、
なってるんですけど、そこもさつきがあるんじゃないかな、ツツジがあるんじゃないかなと思ったけど、ありませんでしたね。あ、風が強い、ほらやっぱこの辺はね。あ、ちなみにここはちなみにってここを通るたびに行ってますけど、ここは昔ですね、電車道、これは自分の実あのがあの小さい頃利用してましたからね、言えますけどもね、これを人から教えられたんだったらこう間違えたりしたかも、岩崎谷ってあれしてましたけどね。こっからですね、いやいや、あれをツツジを探して、えっちらこですよ、いや幹線道路ですよ、だから幹線道路をですね、どうだっけっていうみたいに、今の、冷麺館の左側をこう通ってきたでしょう。そうした時にあのツツジが咲いてなかったじゃないですか。あの状態というのがずっとほとんどなんですよ、1年のうちの11ヶ月。だからあの幹線道路にしても、どこあたりにああいうこのグリ、サイドのグリーンベルトっていうんですかね、あれがあるかなっていうのがね、わからないんですよ、覚えてないんですよ。ですからこの次の、信号ですね、あそこがね、立て場場交差点か、いやあそこにはなかったんじゃないけ、でも言ってみますね。それをね確かめるのがあれですからね。で、まあ、こういうのを例えばですよ、今日言いますよ、幹線道路沿いのそのにツツジがとかああいうのが綺麗なところはなかったけっていう時にこうリスナーの方からですねコメントいただくことがあるんですけど、そういうコメントはですねなかなかね覚えられないっていうかですね、鹿児島市内をあんまり知りませんからね。まっすぐ行こう、10号線を見てみましょうね。いやこの辺りはほら今ポッと見た時にないですもん、この辺りはないと思う。だから10号線沿いがどうだったか見ています。ここはですね太陽が昔は昔というか1ヶ月2ヶ月ぐらい前はこの太陽スーパーなんですよ、鹿児島で大手のですねスーパーなんですけども、太陽を見るたびに真っ赤な太陽、まあわざと音程は外れましたけどね言ってたらですね、友達が冗談半分で、まあ冗談半分真面目半分で、お前がいつもそれ言ってると県外の人がそれをそのこのスーパーあれの太陽の社員は何でコマーシャルソングと思うぞって、やめた方がいいんじゃないかって言われましたから、やめますね、やめてるんですけど、やっぱり心の中じゃ出ますね。話は変わりますけど、こっからも桜島が見えるんですね。今気づいたけど、さっきまではですね頂上付近からですね、あれは出てませんでしたよ、噴煙は。今は少し噴煙を、爆発じゃないですよ、爆発じゃないけどこう噴煙を吐き始めたんじゃないですかね。今日のそうですね昼ぐらいから、その前は知りませんよ。あら、カメラが動いたっけ、動いたかも。ちょっとこうまっすぐ戻しますね。いや手をパッとこう動かしたらあれがコードに引っかかってしまってですね、YouTube をしてるといろいろありますよ。あ、ちなみにここの交差点はですね柳町、昔からあるんでしょうね、空気的区域、範囲的にはそんなに広い町じゃないと思うけども、昔からあると思いますよ。要するに 人が歩いて、それとか物資は何ですかね、馬車とかですよ、
馬とか醤油のに頼ってた頃からあったあれ町だと思いますよ。向こう側かもしれませんね。こうどっかわからんけ、今か、いや、あの近くのあれを電池を探したけど、あれや、あの町名があの巻きつけた看板はなかった。もしかするとこの信号待ちは2分半ぐらいあるのかも。結構長い。ここが一番長いかな、幹線道路沿いでは。ちょっとは、いや今では測りませんけども、編集の時測ってみますね。そしたらあの鹿児島渋滞あるあるってやつで、あの一つになるんですよ。あ、ここあたりはあれですね、その植え込みがずっとっていうあれはないですね。植え込みがずっとってあれはないや。いや、こういう風にしてですね覚えていくんですよ。一回ここで言葉にするでしょう。そしてその次に編集の時に聞くわけです。自分が言った言葉をですね、で同じ一つの動画で2回ぐらいあれします。それじゃあですね引き返します。左側に引き返しますからね。こっから行けますね、左。あ、ちょうどいいところにほら、あのあれが観光客の方でですよ、あの歩いて来られる方はですね、あれを利用されるといいですよ。シティビューってやつ。あ、ちなみにですね、ここの道じゃないな、わからない。この道自体はあったかもしれないけど、細かったかも。いやいや、細いはずないですね。だってほら、両サイドのあのあれを、あの石組みを見たときは昔からの石組みですよね。この信号の右がですね、大竜小学校というのは知ってるんですよ。何回も通りますから。だからここあたり大竜小学校も古いですもんね。あの要するに、お寺と関係のあるところでしょうけど、この左側はどうだったのけ。いや、ちょっとわからないけど、わからないことが多すぎますけどね。まあそれがお任せ、テレビですからね。だからコメントをくださいね、いろいろね。まだまっすぐ行きますけども、いや、まっすぐは行かない。というのがですね、正面がほら、あの信号、南州神社入り口ってあるでしょう。昔はね、南州神社はね、こっち側から行くのがですね、いわゆる正規のルートだったかも。小学校の頃ね、こっちから登った記憶があるんですよ。遠足じゃなくて、あのプライベートで。そういうことは、あのプライベートという言葉はその頃なかったんだけど、遊びで、友達同士で。ほんで今日行かない理由はですね、左右のですね、花がね、咲いてないんですよ。あれは何け。いや、花が咲く植え込みじゃないかもしれないけど、まあ今日はこっちに行きます。いやー、そうか。ほんで、ここが立て場交差点、さっき通ったとこなんですよ。で、昔、電車通りだったところ。あの冷麺館の横のところから私があれ行ったでしょう。あの昔ここは電車が通ってました、岩崎谷というあれがあったです、行ってましたよこの辺りをって言った、あれの延長線上なんです。それで電車道はですね、あの私があの、バスの
後ろからついていって、あの左折したでしょ、あのもうちょっとね先まであったんですけどもね、なんでこっちか行くかというとですね、南州神社に行くんですけども、こっちからのですね、それね歩き取りをしますって私前言ってたんですよ。でもねこの桜のね状態によってはですね、もうできないっていうかですね、しない方がいいかもっていう、その何ですかね、こう西郷さんのイメージを大切にするんだったら桜爛漫のですね、もしくはその桜がハラハラ散る時期でないとね、西郷さんに対してね、私がねなんかね、いや西郷さんはこれじゃないですよね、もっとピシッとしたあれですよねっていう気持ちがあるんです。ですからねここ行っています。ほんでそこで判断します、歩き取りをするかどうかですね。ここねもうすぐですよ、ここをね右折します。何回も来るんですけどね、桜の時期にですね、おお、あそこに白い花が咲いてるぞ、でここはそんなに風が吹いてない、さあどうだ、桜、おお、いいかもしれない。あとは桜の花火だとその揺れ方ですね、はい、ということでですね、この動画はですね、この辺りでお開きになります。ありがとうございました。